にちは、カプリショーです。今回はですね、エミューの口を作っていきたいと思います。こんな感じでパカパカします。エミューっていうのはこんな感じの鳥です。すごい怖い顔してますが、早速作っていきます。まずはですね、三角に折ります。そうしたら中心に合わせて縁を折っていきます。向きを変えて、こちらも同じように中心に合わせて折っていきます。そうしたらこのラインで線をつけていきます。そしたらですね、今度はこのラインに合わせて中心まで線を入れて、内側を出してきて、こちらも同じように折ったら、今度はですね、この辺に合わせて、ここを引き出して、この部分を後ろに折って、角を中心よりほんの少しだけ外すぐらいで、こんな感じで折っていきます。繰り返してこの部分をこうして潰すように折って、ここは目の部分です。そうしたら
このラインで同じようにこうしてこれでエミューのくちばしの出来上がりです。こうしてですね音がします。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらいいね、チャンネル登録よろしくお願いします。